本日は上芝椿山天空モノレール白鷺港をご利用いただきまして誠にありがとうございます。皆様がご乗車しておりますこのモノレールは2両編成で運行しております。展望台までの長さ561メートル、高さ102メートル、最大勾配25度の斜面を登ってまいります。途中スピードが変わったりやむを得ず緊急停止する場合もございますのでお気をつけくださいませ。今回展望台まで私斉藤がご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。ただいま横断しているのが JR 五能線でございます。進行方向左手側には上芝椿山駅のホームがご覧いただけます。上芝椿山駅は平成13年12月に深浦町12番目の駅として開業しました。こちらは普通列車のほか青森から秋田を結ぶリゾート白神号も停車いたします。リゾート白神号停車の際は観光駅長がお客様のお出迎えをしております。中でも有名なのは青池でございます。名前の通り青いインクを垂らしたような神秘的な湖です。12湖は2013年3月に森林セラピー基地として認定されました。それでは間もなく25度の急勾配に差し掛かります。こちらの急勾配付近では天然記念物のカモシカや野生の猿、ウサギなどが時々顔を出すことがあります。ぜひ探してみてください。そこで展望モノレール白神号についてご紹介したいと思います。このモノレールは立ったまま乗れるほど車体を水平に保てるようになっています。リニューアル前の車両のスピードは展望台まで片道約7分でしたが、今の車両だと片道約10分と少しゆっくりになりました。車体も前のものよりコンパクトになり、車両と車両の間が広くなりました。車両との間が広くなったことによって前と後ろどちらの車両に乗っても綺麗な景色を楽しめるようになりました。高いところまで登ってまいりました。海側を見ながらの景色のご紹介をさせていただきます。天気にもよりますが、海側左手陸の先端には秋田県能代市にある火力発電所が見えます。そこから少し右側水平線の上には男鹿半島を見ることができます。そして次は天気のほかに視力も重要になってきますが、ここ深浦町へなしの沖合約39キロの場所に九六島という無人島があります。岩礁の上に灯台が一つ立っているだけなので、視力に自信のある方はぜひ探してみてください。そこからかなり右側になりますが、北海道の大島と小島が並んで見えることがあります。何が小さく見える人島だって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 見える人島だ
展望台が近づいてきました。展望台の高さは約25メートルありますので、さらにいい景色がお楽しみいただけると思います。え、怖い、こんなビルになってすごい高いなって言ってるね。夏出たかも。それでは間もなく到着いたします。展望台に入りましたら1階から3階までの直通エレベーターをご利用ください。エレベーターを降りますと階段があります。そちらの階段で屋上まで登れるようになっております。できるんだって階段。お客様のお帰りの時刻は14時45分でございます。お乗り遅れのないようお気をつけくださいませ。またチケットはお帰りの際にも必要になりますので、なくさないようお願いします。そして今から1時間ほど前ですが、ウエスパの施設付近で熊の目撃情報が出ております。念のため外に出た際はお気をつけくださいませ。1時間ほど前、ウエスパの施設付近で熊の目撃情報が出ております。念のためお外に出る際はお気をつけくださいませ。怖いな。また熊を目撃した際は私にご連絡いただきますようお願いいたします。ここにいるクマさんが